才能がある。それはみんなからいじめられることだ。幼稚園児の頃からずっといじめられている。学生になってもずっと。同級生や先輩たち、そして後輩たちからもだ。社会人になってもそれは変わらなかった。上司、同僚、後から入ってきた新入社員やバイト初日のやつからもだ。もうこんな人生嫌だ。大丈夫ですか？そこの若いの、はい、助けてくれんか。起き上がりたいの。大丈夫ですか？すまんの若いの、優しいの。お、どうした？顔が傷だらけじゃないか。何があった？いつもいじめられてて、今日も女上司にボコボコにされちゃって。女上司？はい。それは羨ましい限りじゃの。僕も女上司にボコボコにされるのそこまで嫌じゃないんですよね。なんだお前、服も汚いし臭いじゃないか。え、それが原因じゃないのか？ああ、そういえば風呂も洗濯もめんどくさくてやってなかったです。それが原因でいじめられるのじゃ。貴様にとっておきのエナジードリンクをあげよう。これじゃ。いや、そんなの怪しいからいらないです。いいから黙って引け。いいな、このエナジードリンクは1日1口しか飲んだらいかんのじゃ。2口は飲んだらいかん。必ずこれだけは守れ。お前に渡しとく、この約束だけは必ず守る。おじさん、大丈夫ですか？大丈夫ですか？おじさん、おじさん、死んでる。ああ、なんでお前ばっか当たり引くんだよ。いやいや、いつも先輩いい思いしてんじゃないですか。お前と俺こんなババアだよ。やばいっすね、こんなんすか。お前超当たりだったじゃん。いや、今回だけはもう勘弁してくださいよ。いつもいい思いしてんじゃないですか。してねえよ。いくら使ったんすか。お前で5万だよ。5万？あのブスに写真締め、写真見たらこんなだろ。いや、もうこんなんすか。実際来たらこんなだから。やば、ぼったくりっすね、5万は。おい、何やってんだこんなところで。いや、ちょっとあの休憩してただけです。休憩？はい、ここ俺たちの島。あ、すいません、すぐ出てきます。もう入っちゃったら遅いな。入場料払ってもらわないと。入場料？うん。財布見してみ。あの、いくら持ってんの？全然ないんですよ、これ。ねえ、やっぱなんで、なんでだ。俺らの島の。いや、何なんですか？ロッカー。ほらほら、兄ちゃん。もう切んなかった。あ、寝るの早いって。まだ面白いな。そら。最近俺、空手習ってるから。兄ちゃん、立てよ、僕ら。もう眠くなっちゃった。もうどっか行くか。金持ってなさそうだし、ある程度すっきりしたしよ。こんな数入れてもしょうがねえか。そうだよな、兄ちゃん。ん？おい、こんな時に何エナジードリンク飲もうとしてんだよ。なんかよそかしいぞ。なんだこいつ。いきなり立ち上がったぜ。来た。
薬の効き目が切れてる。あれ？これ強い。強いぞ。強いね俺。必ずこれだけは守れ。塗りすぎちゃいました。ちょっとロミーさん、メイクさん、お願いしますよ。あ、なんかピエロみたいな鼻になっちゃった。なんかすごい麦茶のいい香りが。麦茶で洗ってんの。ひどひど。どうこれで。いや、これはちょっと。これはおかしいでしょ。しかも目何にもなってない。目やろうね。あ、じゃあ目やるか。ロムヒー君が失敗しました。面目ない。ちょっと今ターミーがね、一生懸命動乱でヒューガ君の青タンを作ってくれてます。いや、これ失敗したのロムヒー君だからね。これ俺じゃないからって思います。先輩たち、そして後輩たちからもだ。社会人になってもそれは変わらなかった。上司、同僚、後から入ってきた新入社員やバイト初日のやつからもだ。もうこんな人生嫌だ。